どうもクロスロードラボです。今日はですねちょっと撮影機材の紹介をしたいんですけど、 RGB ビデオライトというものを買ってみました。でこれはですね、撮影の時使う LED のライトなんですけど、ちょっと開けてみます。初めて開けるんですが、こんな感じのねコンパクトになっています。どういう感じになってるのかちょっとわかんないですが、一応このフィルムみたいな説明が書いているんですが、ちょっとはい、早速ね電源をつけるとこんだけ光ります。すごい明るいです。そして、これ LED ライトなので、ここでねこういう風に明るさをねちゃんと調節することができるんですよね。ちゃんと目で見てね、この今何ケルビンなのか、5300ケルビンとか、どこまでいけるのかな、8500ケルビンから2500ケルビンまで変えることができます。色合いがどんどん変わっていきますね。ちょっと強さの方はですねこういう風にね、今明るさ0の状態です。で 1,2,3,4,5 と細かく変えれるんですが、今10、これで19ぐらい、ちょっとこっち側の方がいい。でどんどん上げてって、今これ100の状態、かなりねスムーズに変えることができます。あのボタンじゃないのでね、このダイヤルみたいになってるので、このくるくる回すだけで明るさが簡単に調節できます。でこの色温度の方もですねどんどん簡単に変えていくことができます。でちょっと細かい設定がまだわからないんですが、少し触ってみたいと思います。セットっていうメニューのボタンがあるんですけど、そこを触るとですねこういう風にいろいろどんどん色が変わる設定がまず最初に出てきます。今これ手動でやってます。オートではないです。こんな感じでね色とかかなり細かくいじれます。 RGB ライトなので、RGB、レッド、グリーン、ブルー、この色の3種類を組み合わせることによって、いろんな色が出せるということです。RGB 全てマックス100にすると、白い色の光になります。ちなみにあとはこういう風にオートでグラデーションしていく、プリセットも入っています。これフラッシュもありますね。でパターンも変えれます。 A パターン、 B パターン、 C パターン、こういう風に数種類のプリセットが最初から入っています。でこの LED ライトのちょっと付属品を見ていきましょう。付属品はですね、あ、ちゃんとねこういうケースがねついてきてくれます。ベルトに通せるようになってますね。こういう風にちゃんとねこの取り付け金具の締め付けのための六角レンチもついてきてます。はい、で中にはケーブルですね。 USB Type-C のケーブル1本、これね USB Type-C で、充電します。なのでね充電も結構早いですし、充電しながらでも使えます。そしてモバイルバッテリーでも使うことができます。はい、これかなりありがたいですね。はい、そしてですねこれは一眼レフのカメラとかの、取り付け金具、アタッチメントみたいなものがついてきています。ここにねくるくるっとつけて、でここを、一眼レフカメラの上の部分とかに、まあカメラですね、カメラのビデオカメラとかの上の部分に、マイクとか取り付けのとこにつけるわけですね。でここで締め付けます。で三脚とかにもね簡単につけれるようになっているので、かなりねおすすめです。そしてこういう風にねいろんな角度
を剥くことができます。でですね、少し仕様を読んでみたいと思います。型番はですね BLP1 というモデルです。で電源は 12W で、充電インターフェースはですね USB のタイプ C、 5V と 9V と 12V に対応しています。で調光はですね0から100まで、細かく調光がすることができます。で RGB はですね0から360のフルカラー、色を作ることができるということです。で最速の充電時間は90分でフル充電です。フルパワーは140分持ちます。フルパワーで140分、結構持ちますよね。でですね、重さはですね 260g、 割とねそんな苦じゃない重さだなと思います。これですごい重かったらちょっとあれですけど、このサイズでこの重さなら全然いいんじゃないかなと思います。サイズ的には携帯電話より少し小さいです。僕の携帯電話ちょっとね長いんですけど、まあ携帯横幅は僕の携帯電話と同じぐらいの幅、こんな感じ、携帯より少し小さいかな。細かいサイズを言うとですね 150×70×15mm です。はい。で内蔵されたライトモードは、まあ、さっきのいろいろフラッシュとかやったじゃないですか。一応名前が全部ついてて、パトカーモード、稲妻モード、スクリーンモード、ナイトクラブモード、キャンドルモードなど、ライトモードが内蔵されているとのことです。はい。でまあこのねライトの強さはなんせコンパクトで携帯可能というところなんですけど、まあ単独でね使うんでも、例えばこうカメラとかにつけないでね、いろんなとこに置きたいっていう場合でも、こういう風に横についてるこのスタンドみたいなのをこういう風にねするだけで、こうやって斜めに置くことができます。こういう風にね、こんな感じで、で角度も簡単に調節することができます。こういう風にで、例えばですね、うちの店だったら結構まあこうやって置いとける場所とかよりクリップで使うことの方が多いんで、こういうクリップタイプのもの、こういうやつ、こういうのにつけちゃってもいいと思うんですよね。これね結構いろんなとこにね穴があるので、どうにでもつけれるんですよね。わかりますかね、この穴という穴に三脚をつけることができます。なのでね、こういうクリップタイプのものとかに、どこにつけよう、まあどこでもいいんですけど、こうやってねつけちゃって、例えばこことか、ここでもいいや、こういうとこに挟むじゃないですか。そしてライトとしてこういう風に使うこともできます。これめちゃめちゃ良くないですか、こんな感じでね。これねもう何個も欲しいぐらい結構写真撮影する人とかでね、ちょっとライトここに必要っていう時に、大掛かりなライト1個用意する場合とか、こういうの1つあると、まあ、1つ2つ持ってるとねすごい便利だと思うんですよね。だからうちみたいなね暗い店だとね、結構ライトをね使わなきゃいけない時って結構あるんですよ。撮影してると特になんですけど、例えばちょっと集合写真撮りますとかいう時に、店全体の感じを明るくするより、こういうの1個はあるとね、全体を照らして少し、写真を綺麗にね撮れるようにしたりとか、そういう方がねいい場合があります。一人だけちょっと暗くなっちゃう人がいる場合に、少しこういうので照らしてあげるとかね、そういう使い方もできます。この起動から、ライティングするまでですねすごい早いです。それもいいですね。たまにね起動がちょっと遅いやつとかもあるんですよ。そういうのと比べると全然いいですね。ちょっと自分照らしてみましょうか。こんな感じでね、まあ、ちょっと明るくなりすぎてるので、こっちで明るさを落としてっていう感じなんですけど、ちょっとね気になる人はぜひねチェックしてみてください。個人的にはとてもおすすめのライトだと思います。まあ耐久的なものとかはちょっとわからないんですが、これからねまだまだ使ってみて、ちょっとまた、改めて感想をレビューしたいなと思います。
うちの店もね結構ライブとかやるので LED ライトが結構いっぱいあるんですけど、こんなコンパクトでね明るいライトがあったらねたくさんちょっとつけたいぐらいなんですけど、まあこれはあの照明のね、規格に対応してないのでこっちでコントロールすることができないっていうあれなので、まあそんなあれなんですけど、これぐらいコンパクトのもので、こっちでねコントロールできる DMX っていうんですけど、そういうものがあればなと個人的にはとても思います。はい、これからどんどんこういういいものがねたくさん出てくると思うので、ちょっと、チェックしてまたレビューしたいなと思います。でこの商品についてはですね、概要欄の方にリンク貼っておきますので、ぜひチェックしてみてください。はい、それではクロスロードラボでした。